マリサー。マリサー。どうしたんだぜ。これ見てよー。まあ、そうなるわな。というわけで早速解説していくんだぜ。さて、並いる強敵を投げ倒し、ついに菅総理が爆誕したわけだが。いやー、なんだかんだ石破さんが勝つのかなーとか思ってたんだけどね。最初はメディアは石破さん推しだったからなー。だけど、ここで菅総理の今までの経歴というか、人脈が生きた感じだな。どういうこと？菅総理は、今まで官房長官を歴代最多の2800日続け。その中でも最初は地味だったけど、手堅く堅実に役職をこなし続けて今がある感じだな。投票が始まる前にまず政界のドンって言われるぐらいの大物。二階氏の指示を取り入れそこから麻生氏など、安倍総理の派閥を受け継ぐ形でどんどん支持を取り込み、最初は石破さんが世論調査など圧倒的に有利だったものの、今までの経歴を活かして大物支持を全て取り込んだ形になるんだぜ。でもなんだかんだ石破さんがいい勝負したんじゃないの？時期的に結構今更感もあるが有効投票534票のうち、1位の菅総理が394票取ってるのに対して、2位の岸田氏が89票、石破さんは68票なんだぜ。なんでそんなに差が出たの？まあ、まずパッと見菅総理以外の候補者が、それとなく目立たなかったことがでかいんじゃないかな。結構目立ってなかった。例えばどんなところがだ、それは、ごめんなさい思いつきませんでした。そういう実績もあるし、実質今までの安倍総理の派閥なんかは、自分の既得権益や利害などを守ろうと思ったら、下手に他の候補者に当選されて自分の身が危なくなるとしたら、確かに石破さんだとこれ見よがしに叩き壊しそう。まあ正直叩き壊してほしいところはちょいちょいあるけどな。ぐぬぬ、でもさ、安倍総理の派閥を、ほぼ引き継いで菅総理が勝利したのはわかるんだけどどさ。なんで岸田さん2位なの？絶対石破さんが2位だと思ってたんだけど。いやー。これってまあ分析が分かれるけど、こっから先は本当に推測になるんだが、おそらく菅総理の勝利が確定した時に、これからのことを考えたら岸田さんのメンツを考えて、自分の派閥の票を回したんじゃないかな。そんなのできるの？投票前に挨拶回りができるんだ。自分に入れると分かっているそうなら票の操作は簡単だろう。確かに。でもそんなことして何か菅総理に得になるの？やはり投票の結果3位という実質最下位で終わるのと、前線はできなかったけどそれでも2位で終われたというのは、かなり大きな差なんじゃないかな。やはり岸田さんにもメンツがあるしな。それならなんで石破さんを2位に上げないの？あっちの方が派閥強そうだけど。石破さんと安倍さんは仲が悪いので石破さんを2位に上げてしまうと、菅さんを支持してくれた安倍派閥にメンツが立たないので、後に菅総理とある程度思想が似ている岸田さんに恩を売るために、岸田さんに票を流したんじゃないかなと推測できるんだぜ。なんというか裏が取れないけど本当にありそうっちゃありそうだね。まあ、これは推測の域を出ないけどな。でもさ、なんか石破さんとかちょっとかわいそうだよね。なぜだ？なんか、そこそこ盛り上がっておきながら惨敗ってのが多くない？そうだな。自民党の投票なんかでも普通に負けて出ていったしな。正直、安倍や民主党なんかには内心かなりぐぬぬな気持ちなんじゃないかな。そう考えると万が一でも当選したら、二階さんや麻生さんとか大物は困りそうだね。そういう面を考えたら流れを変えたくない大物たちは、やはり菅総理になっちゃうんじゃないかな。結構なるべくしてなったんだね。ところで菅総理になってから結構変わるの？ああかなり変わるっていうこともないけど、じわりじわりといろいろ変えていく方針みたいだな。じわりじわりって結構怖いんだけど、菅総理はこの間内閣に就任して会見をしたのだがその中で、いくつか記者の質問に方向性を示す答えを出してるから取り上げるんだぜ。まず、新型コロナについてだな。まあ、絶対来るよね。
というか、安倍総理の支持率これで下がったみたいなところあるしね。これについて、元通りの生活を取り戻すために全力を尽くす、と言っているのだが、コロナ対策については GoTo トラベルなどで、経済について力を入れていきたいと言っており、ワクチンは来年前半までに確保を目指す方針なんだぜ。ああ ?GoTo キャンペーンは推していく方針なんだね。まあ、結構思うところがある人がいるのはあるだろうな。だけど政府のあり方として、どうしても死亡率が低い限りは、コロナで死ぬか経済で死ぬかで、死亡、重症、などが出ない限り、経済を優先して生活を取り戻していかないといけないって感じだな。ぐぬぬ。難しいね。まあ、これについてはワクチンが普及すれば解決するという、最近のワクチン開発の状況から希望が出てきてるからもう少しだな。そして、次にあったのが安倍政権での問題についてだな。も、問題、確かに安倍元総理の時は比較的長く安定していたのは事実だが、ぶっちゃけ悪いところや不祥事に近いことなどもあったのを、この動画ではちゃんと取り上げたいんだぜ。なんやかんや安倍さん頑張ってたしもういいんじゃないの。まあ、このチャンネルの趣旨として一方だけの意見を取り上げず、対立する意見についても取り上げるってのがあるからな。ぐぬぬ。まず質問で、国会の説明責任軽視や、忖度など、こういった前例は継承していくのか、河井夫妻などどうするのか、といったものが出たんだぜ。な、なかなか突っ込んだ質問をするんだね。いや、まあぶっちゃけこの質問自体は最初の質問だったので、現から想定されていた質問で答えは用意されてた臭いけどな。ぐぬぬ、完璧たない。これについて、やはりおかしいことは直していかねばならない。これからも謙虚であり続けなければいけないと思う、とコメントしたのだが、その後に、私が総理になった機会に桜の会などの集まりは中止したいって言ったんだぜ。あれやめちゃうの？企業の癒着がなくなっちゃうんじゃないの？まあ、安倍総理が退任してすぐに桜を見る会の絵を借りて、結構無茶してたジャパンライフって会社が、なぜか、このタイミングでしょっ引かれたりしてたし、なんか裏の意図がありそうではあるな。なんか怖いね。そして、別の質問に、桜を見る会を中止することについて安倍総理は、と聞かれたのだが、これについて予算要求などについて総理は否定的であったと答えており、安倍総理としてはやはり自分の支持者などに還元できる機会は、なるべく残しておきたかった方針だったみたいなんだぜ。なんかそこら辺は一新するんだね。そうだな、その中で今回担当官僚に河野さんを据えたのだが、どういうことを河野さんに望んでるんですか、という質問に対して、自分の7年8ヶ月の官房を通した感想を述べ、その中で、今までの政治は役所の縦割りでうまくいかないことが多い、と語り、役所のふるさと納税について進言した時に、前例がないからという理由で揉めに揉めたらしいんだぜ。前例がないとダメなの？どうしても日本の縦割り役所などはそんなことが多いんだぜ。ぐぬぬ。そんな窮屈で、うまくいかない役所や既得権益、悪式前例を、ぶっ壊す。そのために、河野太郎を据えて、変えていきたい、縦割り110番のような、国民の声を聞いてはどうか、と指示をしていったとのことなんだぜ。ピッピー、河野警察デイスとか出てきそうだね。まあ、外交問題などでもかなり強気に出ていた河野氏だからな。そして、今現在この縦割り110番についてもう4000件近く陳情事が殺到してるんだぜ。やばい、河野さん破裂しちゃう。まあ、河野氏はツイッターなんかもかなり使い、国民との距離感もうまく取っている人なので、うまくこなしていくんじゃないかな。でも、4000ってやばすぎない。まあ、ぶっちゃけそのうち代理人を立てたりして、問題は絞っていくとは思うんだぜ。なんか、これから先が気になるね。そうだな、というわけで今回はこの辺なんだぜ。なんか、前回と更新の間空きすぎじゃない？本当に申し訳ないんだぜ。ちょっと最近、用事が立て込んで更新が遅れてしまったんだぜ。多分、今月の残りはバンバン更新していくと思うので、みんな見てくれたら嬉しいんだぜ。
コメント欄なんかで取り上げてほしい時事ネタなど書いてくれたら、もしかしたら取り上げれるかもしれないのでぜひ書いてみてほしいんだぜ。あ、ここまで見てくれた人、本当にありがとうございます。この動画ではこんな感じで時事ネタを発信していきますので、もし、少しでも面白かったなとか、いいなって思ってもらえたら、しゃあねーなーぐらいの気持ちでいいのでいいねボタンとチャンネル登録を、動画の最後にポチって言ってくれたら私がめっちゃ喜びます。それじゃあまたねー。